俺の名前はサコヤマト。お前らのクソ動画で寿司屋に大クレームだ。死んで詫びるか。助けて。寿司屋に迷惑をかけた学生を追い込んでいる京極組の舎弟です。現在久我の兄貴と犬飼の兄貴は京極組から出向中。もらった、久我小鉄。年代動物にレッドギア。下方町でまさに命がけの戦いをしています。というのは、獅子王組の内部抗争において、うちは仲のいい真弓派に助っ人を出しました。敵である黒沢派には雷神の東雲と秋元もついてるとか。久我の兄貴に至ってはかなりズタボロ。乾のクソ野郎が絶対ぶち殺してやる。そしてめっちゃ怒ってるらしいんです。あの二人は死ぬほど大変だろう。今日はおごりだ、遠慮せずに食え。あざーす、一条の兄貴。だが俺はとても平和な時を過ごしています。俺ははっきり言って金欠そのもの。しかし小鉄と犬飼いが心配だな。一条の兄貴、まあその話は寿司の後に。寿司なんて死ぬほどありがたい。あさってくらいまでの栄養をここで取る。そうして食事が始まって数分。来たな、俺のハマチ。俺たちの席に異変が起こりました。俺はハマチが世界一好きなんだ。それカンパチですよ。一条の兄貴が注文した寿司を食った途端、突然檻と見間違えるほどに兄貴が顔を真っ赤にしたんです。さこう、どういうことなんじゃこりゃ。血管ビキビキ、こんな怒っている姿は見たことがない。心当たりはないが、あまりに怖すぎる。何か粗相をしましたでしょうか。トゥガの兄貴より寿司を選んですみませんでした。俺はビビりまくったが、からわさび英語、鼻が取れるぞ。どうやらわさびの量が多すぎたみたいでした。ここは国園街でも老舗の店。4100円です。寿司は狂気になるんですね。京極組との付き合いも長い。あんなミス過去に一回もねえんだがな。今週分の味覚が死んだぞ。僕はただただうまかったです。忙しそうだったので、その日は文句を言わず一旦店を後にしました。しかし被害者は一条の兄貴だけじゃなかったんです。死ぬほどスパイシー。近藤の兄貴も謎の寿司テロに遭い、ファーク、わさびマシマシ、血管お出まし。怖すぎるよ。見ちゃダメ。血管でマスクメロンのようになっていました。そのことを親父に伝えると、親父、鳴海寿司がわさび効きすぎてます。意外な事実を知ることとなりました。兄貴たちが受けたわさびテロは、実は鳴海寿司から相談を受けた、悪質ないたずらに困っていると。なんと店ではなく客が原因だというのです。その後一条の兄貴と SNS をチェックすると、サコ、俺バズってる。ハードバズですね。そこには苦しむ一条の兄貴。バカだバカだ、面白い。そしてそれを笑う若者らしき男の後ろ姿も映っていました。聞けば数ヶ月前からそのいたずらは始まったという。なるみ社長、大変ですね。はい、風評被害で会社の信頼は地に落ち、苦情も止まりません。専務も調査に乗り出しているのですが、犯人をつかみきれず。そしてなるみ寿司の株価が暴落したというのです。社長がコツコツと積み上げてきた努力に泥をかける行為だ。許せませんな。うちでも探りを入れましょう。なるみ寿司は国園街から羽ばたいたチェーン店。気軽に美味しい寿司を食べられるようにしたいな。ええ、家族で来てもらいましょう。なるみ社長と専務が生涯をかけ、うまくて安いを追求し続けた結晶です。営業妨害は森大の範疇。俺と波岡は調査を命じられました。犯人は多くの動画を SNS で上げてますね。悪質です。全部なるみ寿司だ。何がしたいんだこいつらは。そしてこの手のハイテク関連なら波岡の出番。次々と見つかる動画はひどいものでした。お茶の粉入れにお湯入れて直接飲む。これぞ濃いお茶。醤油の入れ物を膨らませます。風船じゃねえし。奴らはいたずらじゃ済まされない大バカをやらかしていました。奴らは自分の顔を動画には出さない。これって獅子王組のイブさんですよね。他の組の人まで被害に遭ってんだな。そのせいですぐには身元を特定することができませんでした。辛いね、羨ましくないね。イブさんとは話が合いそうだ。サーコ、ナミオカ、犯人を見つけろ。じゃねえと俺は狂っちまいそうだ。死ぬ気でやらせていただきます。怖すぎる、私が先に狂いそうだ。
そして不眠不休でいたずら動画を見ていた俺たちは、一瞬映ったトートバッグ、近くの大学のロゴが入ってる。何？一つの手がかりにたどり着きました。おお、マジだ、でかした、兄貴たちに報告だ。身元が割れればあとは簡単です。アホ大学生、君たちちょっとつらかしな。なんだよ。誰だお前ら。鳴る水市でのやんちゃは楽しかったか。いいから来い。そして奴らを待っていたのは衝撃的な制裁でした。ユーたち、上からか下からかどっちか選べ。何をするんでしょう。下からですかね。近藤の兄貴は殴るわけじゃなく、アンダーホールからのわさびはどうだ。ギャー、ケツが、リリは助けて。近藤の兄貴、勉強になります。なんとケツからわさびをぶち込んだのです。とはいえ相手は仇の大学生。お尻が辛い。半身が熱。もちろん殺すなんてことはしません。何お前ら、あのいたずらでバズってみたかったの。はい。ただし奴らがやったのは出来心では済まされない。アホが、あれはお前らの人生も破滅させる。分かってんの。え、破滅って。今回のことで鳴水氏の株価が億単位で暴落した。巨額の損害賠償がお前らの親に行くだろうな。無論一般家庭では賠償など到底無理な額です。そんな、俺たちはちょっとした遊び心で。親に迷惑は無理です。SNS を甘く見やがって、バカ野郎が。お前らのやったことで鳴水氏が長年積み上げてきた信頼や信用が潰れたんだよ。あの動画が広がって事実店は閑古鳥だ。寿司で笑顔になる家族が見たくて頑張ってきた店をぶち壊しやがって。本当にすみませんでした。その言葉を聞いて二人は涙しました。ボーイズ、悪いと思ったならまずは店に謝りに行くぞ。はい。こいつら心から反省してるな。すると奴らが意外なことを言い出します。あの、ちなみに俺らがいたずらをしたのは実はバイトでして。何？バイトだと？なんと奴らは誰かに命じられてバカをやったのだと。しかしバカどもは首謀者のことを知りませんでした。 SNS 上でしか取引をしたことがなくて顔を知らないんです。ただ仕事をすればお金が振り込まれるシステムで。近藤の兄貴、これは何かありますね。ああ、気楽さい。早急にリサーチの必要があるな。学生2人は親を連れて鳴水氏に謝罪しました。本当に申し訳ございませんでした。無論損害賠償はあるだろうが、これから毎日店の掃除をしろ。償いきれなくても誠意くらいは見せてみろ。はい、やります。この罰をもって強国組としてはバカどもの裁きは終わりとなりました。とはいえ別の問題が浮上しています。親父、寿司テロの実行犯は雇われでした。分別のつかないガキを使うとは気に入らねえ。一条、佐古、車庫を調べてくれるか。金は使って構わねえ。そして一条の兄貴は一流の情報屋さんにコンタクトを取ります。一条の旦那、お呼びいただいて光栄です。すまんな風谷、小鉄のやつが出向中でな。すると情報屋さんがいきなり、今回の件はね、他県から進出してきた蒲田寿司という寿司チェーンが黒幕ですよ。ドンピシャの回答を出したのです。なんだと、完全に仇の会社じゃねえか。ええ、でも奴らはタチの悪い会社でしてね、闇バイトを雇って鳴水氏を潰そうとしたんですよ。しかも自分らは表に出ず、お抱えの半グレ組織ミルクにバイトを雇わせてね。国園外で、しかも京極組が懇意にしてる鳴水氏を狙うとは、随分と舐めてくれるね。それを聞いた一条の兄貴が見せたのは青白いオーラ。鳴水氏の専務が犯人までたどり着きかけたんですが。まさか。ええ、半グレどもにやられました。奴らは何の罪もない人間を殺しやがったんです。専務は今回の一件をひどく気にしていました。鳴海社長が作り上げたこの寿司をダメにしたくない。専務は衛生に誰よりもこだわったそうです。飲食店は安全がまさに命だ。家族が安心して食事ができるよう徹底的にきれいにしよう。だからこそ彼は今回の件がどうしても許せませんでした。しかし、なぜうちの店舗だけ被害に。何か裏がある。狙い撃ちされることに疑問を感じた専務は動きます。鳴水氏の事件について何でもいいので知りたいです。調べてみよう。そして裏の情報屋まで使い始めました。しかし蒲田寿司がその動きを嗅ぎつけました。
仕方ない、彼には消えてもらおうか。鎌田社長、お任せください。謝礼は頼みますよ。無論だ。あんた、鳴海寿司の専務だな。そして奴らは人の道を外れます。遠慮なく飲めよ、おっさん。何を調査中の専務を襲ったのです、半グレが。その後専務は水死体として発見されました。おい、あれやばい、警察呼べ。血液中に多量のアルコールが検出されたために酔って海に落ちた事故とされました。鎌田寿司についての情報を得た俺たちは次に鳴海寿司の社長のもとに向かいました。社長、専務ですが鎌田寿司によって。なんだって。社員に犠牲者が出たのがショックだったのだろう。社長さんはひどく憔悴していました。彼は本当に店やお客さんを愛していた。どうしてこんなことになってしまったんだ。優秀な社員を失った彼の嘆きはどれほどのものなのだろうか。その時、あの二人の学生の身にとんでもないことが起き始めました。どうして家が特定されているんだ。おい、俺だけじゃなく家族の写真まで。二人の個人情報が拡散されたんです、罵詈雑言とともに。一方俺たちは仁義外れの粛清です。近藤の兄貴、専務の無念晴らしましょう。もちろんだ。無駄になった寿司の恨みも乗せてな。国園外で行った無法は命をもって償ってもらうのです。鎌田寿司の社長はつながりがある半グレと定期的に会っていました。ご苦労だった。今回の報酬は弾んでおいた。確かに、何があったらいつでも。その場所は人目のつかない貸し倉庫の一つ。情報屋さんから倉庫の場所は聞いていました。兵庫組だ。お前たちにつまろうはない。島地にわさび入れすぎ死刑かな。兄貴、カンパチです。なんだ。そして会合の時を狙って勝ち込みです。ハングレどもは京極組を舐めてました。京極組だ、そんな雑魚ども知らねえな。時代遅れの原始人がぶち殺してやるや。殺意をみなぎらせて迎え撃つ気満々。あの人らはな、命かけて寿司作ってんだよ。それを怪我したんだ。命をもって償ってもらうぞ。俺ごときじゃ一条の兄貴の動きは目で追うことすらも難しい。人が築き上げてきたもん、外欲で壊してんじゃねえ。うっ、相手のボスらしき男は切られたことすら気づかずに死にました。そして近藤の兄貴は罪なき敵の命を奪う。ファッキンガイズデストロイ、頭蓋骨破壊するべー。やつらの頭をすごいパワーでひしゃげさせました。そうして10人はいた半グレどもは全員サンズの川を渡ることになり。てめえがこの事件の裏で糸引いてたんだよな。私を殺すのか。私は一般人だぞ。お前らに仁義はないのか。鎌田寿司の社長はこんなことを言いました。確かに任侠者が仇を殺すことは本来仁義外れです。仇だと、人を殺しといてまだ表の人間のつもりか。だが何事にも例外ってのがあります。京極組の島で殺しなどの非道を行ったならば。てめえはただの芸道なんだよ。鳴海寿司に死んで詫びとけ。兄貴たちは刃を止めないんです。こうして粛清は終わったが、あの二人の学生は苦しんでいました。お前、就職の面接受けれた。いや、門前払い。それどころか親父が地方に左遷になったよ。家族すらも巻き込む無制限の社会的制裁が続いたんです。その日の帰り、一条の兄貴と二人になりました。兄貴、 SNS のいたずらで会社の社会的価値は暴落するし、やった本人は無制限の制裁を受けるし、何なんですかねこれは。未熟な俺はふとそんなことを聞いてしまいました。俺は経営者でもねえし、勉強してきた人間じゃねえからよくわかんねえけどよ。会社の価値を落とすのも、学生に社会的制裁を与え続けるのも、どっちも人間がやってることだろ。俺は思うんだけどな、たとえ不衛生ないたずらをガキがやって SNS に上げても、鳴海寿司の衛生に関係ねえだろ。見りゃわかるだろ、サコ。いや、言われれば確かにわかります。だろ、俺は気にせず店に行くな。鳴海寿司を信用しているから。あと、学生がやったことは確かに最悪だ。だがな、罪と罰は釣り合わなきゃならねえ。あの行為は家族すら巻き込み、人生をぶち壊し続けるほどの罪なのか。結局両方人間が作ってることなんじゃねえの。誰もが正しく物事を見て、それ相応に収められる社会を俺は望むよ。その話を聞いて、俺は広い視野で物事を判断できる人間になりたいと感じました。
あの二人は一条の兄貴の言いつけを守りました。よし、次はフロアにモップをかけてくれ。はい。するとこの姿が逆に SNS に上がり、制裁は徐々に収まっていきました。親への賠償も破産しない形で収まるらしいです。最後に今回の件で鳴水氏の社長がうちへ来ました。この度は専務のこと心よりお悔やみ申し上げます。はい。しかし下を向いてばかりいられません。彼の意志を継ぎ美味しい寿司を届ける、それが弔いになると思っています。頑張ってください。我々もまたご馳走になりに行きますから。お待ちしています。そしておやすさんのこの発言は、親父あざまーす、現実のものになりました。なんと今回のご褒美として組にいた全員に寿司をおごってくれたんです。いくらでも食え、親父のためなら死ねる。うまいっすねこのしめ鯖、それ小肌だ。いやー、こんなうまいものが食えるなんて本当に幸せだな。本日の動画は以上です。ヒューマンバグ大学では闇をテーマに様々な物語を展開していきます。他の動画もぜひ。